佐藤元世は、日本の男性ピアニスト。静岡県掛川市出身。姉の影響により、3歳からピアノを習い始める。掛川市立中央小学校卒業。掛川市立西中学校を卒業。その後、東京芸術大学音楽学部附属音楽校と、学校を経て、東京芸術大学音楽学部器楽科ピアノ、専攻卒業。卒業と同時に、 アカンサス音楽賞、芸大、クラビーア賞、同性会賞を受賞。ベルリン芸術大学マスター課程第三、ゼメスタピアノソリスト専攻を卒業し、現在ベルリン芸術大学大学院に在籍、ビョルン・レーマン教授の下で研鑽を積んでいる。これまでに、日本各地のほか、ソウル、ワルシャワ、パリ、ベルリン等での演奏会に出演。また、地元掛川での演奏活動も、 精力的に行っている。日本フィルハーモニー交響楽団、東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、芸大フィルハーモニア還元楽団、浜松交響楽団、仙台フィルハーモニー還元楽団と共演。これまでに、水野忠志長谷川敦清水雅人、伊藤恵美の各氏に支持青山財団2015年度小学生。 ヤマハ音楽振興会音楽留学支援2016年2018年小学生2019年度よりロームミュージックファンデーション小学生ありがとうございます